壮絶 DV と3000万円の使い込みが報じられたムード歌謡グループ純烈のメンバーで、振付担当の友井和明が1月11日に単独で記者会見を行い、グループからの脱退、芸能界からの引退を発表した。スーツ姿で会場に現れた友井は、報じられた女性たちへのお詫びの言葉を口にして深々と頭を下げた。会見で友井は目に涙を浮かべながら、報道されたことは全て事実、自分の甘さが今回の結果を招いたと痛感していますと述べ、今後の活動について問われると純烈のスローガンに反することをしてしまった。純烈から脱退し、芸能界から身を退きますと宣言した。ネットには他のメンバーが気の毒、脱退は当然、紅白に出て有名になった矢先なのに残念といったコメントに混じり、逃げずに立派に受け答えをしていた。友井和明の今後の人生を応援したいし、今年の紅白にも出場してほしいと、友井そして純烈の今後にエールを送るコメントも多く寄せられた。会見での受け答えは率直で良かったと思います。しかしそれでも今年の紅白となると難しいでしょうね。1994年から2017年まで24回連続で出場していた時をも、山口達也が問題を起こして脱退した昨年は出場できなかったわけですし、芸能ライターかつて友井が所属し芸能界での第一歩を歩み出したのがジャニーズ事務所というのも不思議な縁なのかもしれない。純烈は主治医が見つかる、診療所、テレビ東京系の1から3が付き、エンディングテーマとして昨年の紅白でも歌われたプロポーズが使用される予定であったが、取りやめとなることが決定したほか、頻繁にゲスト出演していた歌コン、NHK でも声がかかりにくくなることが予想される。昨年この歌コンでの積み重ねが紅白出場につながったことを思えば非常に惜しい。また地道にファンを含めた世間に対するイメージ回復が命題でしょう。前出芸能ライター。 TOKIO の歩んだ道が純烈の道しるべとなるか。